おはようございます。おはようございます。本日12月13日火曜日、ジャパンウィンターリーグ第6クール初日、本日の試合は沖縄県浦添市にあります ANA ボールパーク浦添にて試合の様子をお届けいたします。本日 YouTube 配信を担当します沖縄ベースボールアナウンスアカデミーの中里です。同じく沖縄ベースボールアナウンスアカデミーのきなです。よろしくお願いします。ただいまグラウンド上では、両チームのオーダー交換が行われております。今朝方まで雨降ってて、はい、でその雨も上がり青空も見えてきて、はい、なんかグラウンドのコンディションも大丈夫そうですね。そうですね。なんかグラウンドによってこの土のいろんな分量が違うって聞いたことがあって、はい、それぞれの球場の特徴があると思うんですけど、はい、私韓国のプロ野球チームと春キャンプ一緒に過ごしてるんですけれども、はい、練習試合であちこちの球場から帰ってくるじゃないですか、はい、そしたら洗濯担当のスタッフはみんなここの球場の、はい、あ今日浦添だったんだで何が違うのって一番汚れが落ちにくいって言ってましたね。だから何かこの分量のこの差で、はい、この洗濯の具合って変わるんだって。そうですね。その特徴的な浦添の、この ANA ボールパークにて本日試合が行われます。じゃあ選手たちは今日汚れると洗濯が大変でしょうが、はい、さまざまなプレーが、本日も見られることを期待しています、はい、また後期からの新しいメンバーも加わって、はい、新しい風が入ってきたので、はい、どんなプレーが見れるかなって楽しみです、はい、守備につきますストリングスウィングスが、これから守備位置につきます。ライト大城隼人、センター上村、レフト今野、ショート峰村、サード、レナード選手本日レニーで出場しています。はい、先生と呼ばれました。呼ばれましたね。小川龍馬選手です。龍馬先生ですね。龍馬先生、はい、ファースト浦谷、ピッチャー大城蓮投手、キャッチャー岩本、大城蓮投手と岩本のバッテリーです。龍馬選手は、はい、最初小川で入ってなかったですか。小川で、はい、小川で入ってきてからの龍馬になり、はい、もうついに先生に、はい、ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、まだ知らない方のためにご説明しますと、小川龍馬選手は、高校教諭で、高校で、先生として勤務していた経歴があり、うん、本日先生とアナウンスから呼ばれました、はい、先生今日は英語のアナウンスもついてるという、新しい、初めてだね、はい、このリーグで初めてのスタイルで、はい、なんかちょっと私たちも新鮮な気持ちで臨んでます。です、はい、おーしーろーってなるんですね。そうここの球場名が ANA ボールパークなので、うん、なんかちょっと私は飛行機に乗ってるような気分ですごいワクワクします。いつもと違った、気持ちで、はい、試合をお届けできると思っています。また今日は2人で担当しているので、はいはい、
あの鷲崎代表からもリクエストがありましたが、はい、副音声的にやってくれと、はい、いうことなので、はい、まあ、試合のことももちろん触れつつ、うん、はい、さまざまな視点から人柄とかにも触れていったり、はい、 そうですね、そういった感じでやっていけたらなと思ってます。はい、YouTube 配信ではあのチャットにてコメントも受け付けていますので、皆さんもぜひご参加ください。コメント待ちしてます。はい、お待ちしています。これより試合が始まります。先行サンズブレイズ、先頭打者高島選手です。高島選手も後期からの出場ということで、はい、パンチのあるバッティングに自信があるということなので、はい、バンバン番内打ってほしいですね。番内、はい、番内っていうのは伝わらないね、はい、沖縄の島の言葉ですけれども、番内っていうのはもういっぱいみたいな感じ。そう、いっぱいもうどんどん打ってほしい、どんどんっていう意味です。はい、まずストライクですね。はい、あ、すごいかっこいいですね。ちなみに、キナアナはあの英語は喋れますか？私はですね、英語は得意ですか？実はクォーターなんですけど、 おじいちゃんアメリカ人なんですけど、はい、もうルー大芝英語でおじいちゃんと会話してますもう、あ、でも結構あれ使えるんですよ、ルー大芝さん。尊敬してます私。どんな感じですか？ミーがメキチャウするからおじいいとしてよみたいなそんな感じで喋ってますもう私もね、英語喋れないので、英語喋れるようになりたいなって思いますね。かっこいい、ね、ああいうネイティブな感じでは喋れないね。本日試合後に外国人選手とのトークショーも行われます。皆さんあの外国人選手気になっていることがいっぱいあると思うので、うんうん、今日のトークショーでそれをね、あのどんどん明かしていけたらなって思っています。その外国人選手への質問などもここでも受け付けて、はいはい、そうですね、何かあの後ほど皆さん活用できたらなと思ってますので、はい、聞きたいことがあればぜひぜひお寄せください。待ってます。待ってます。見極めました、はい。現在バッターボックスに立ちます高島選手は、沖縄尚学高校卒業後沖縄大学へ進学、その後トライアウトを受け、見事合格し徳島インディゴソックスにて2年間プレーしていました、うん、ここは三振、スイングアウトとなりました、はい。ピッチャー大城廉投手、先頭打者を三振で抑えました。ワンアウト。続いてのバッターは2番峰村選手です。お、三浦選手かな、あ、失礼いたしました。三浦選手です。はい、2番バッター三浦選手です。昨日がオフで、はい、一昨日の試合はホームランもタイムリーも放ってる、うん、大活躍じゃないですか。今日も期待できますね、はいはい。三浦選手は、ホンダ所属の選手で、まだまだ新人選手なのでいろんな選手とプレーをして経験を積みたいということでこのジャパンウィンターリーグに参加しています。で、今シーズンは外野手、来シーズンから内野手で活動予定ということで、ですね、内野外野問わず、ジャパンウィンターリーグではいろいろ試行錯誤しながら挑戦したいと考えています。またこのリーグでは内野を守る機会が多い感じがするので、はい、うんうん、その手応えも自身で感じていると思うので、はい、お話聞いてみたいですね、はい。
仕上げました。どこショートがの頭上、あ、ショートキャッチしました。ショート峰村選手がキャッチ、2アウト。はい、3番バッター中川浩大選手です。中川選手もホームランも放ってますね。ホームラン2本。はい、リーグ始まって2日目の試合と12月10日にもホームラン放ってます。そうですね、ジャパンウィンターリーグの第1号ホームランが中川選手で、ホームランが何回か見られています。中川選手、現在25歳の中川選手、大学2年生の時に筋トレに目覚めて、筋トレが趣味ということで。筋トレが趣味、はい、いいですね。筋肉と会話するんですかね。三振に倒れました。中川選手三振、大城蓮投手3人で抑えました。1回表を終了して得点入らず0点となっています。時間は笑顔が波のように広がっている。スマイルビーウェイブス。ザンパ。ジャパンウィンターリーグ2022、先ほどプレイボールとなりました。はい、これから1回の裏、裏の攻撃に入るところです。はい。ストリングス、ウィングスの攻撃に入ります。先ほどの回、大城蓮投手が3人で抑えて、はい、0点となっています。守備にすいません、守備につきます。サンズ&ブレイズ、ピッチャー西川、キャッチャー佐久田、ファースト花城、セカンド重田、サード新里、ショート三浦、レフト佐藤、センター高島、ライト中川となっております。はい、1回の裏、ストリングス&ウィングスの攻撃、先頭打者は龍馬先生ですね。龍馬先生、はい、先生、先生って呼ばれてますね。アナウンス英語では先生なんですね。日本語だと勉強になります。先生、先生、あ、うちの口だと先生、先生、先生っていうよね。先生私たち三カ国語聞いてるね今日ね。はい、で先発の、西川投手、はい、はい、今朝のインスタ、はい、あ、ヤギ、ヤギの写真、ヤギの写真で、あの、本日先発予定ですってでストーリーに上げてましたね。はい、どこのヤギなんだこれ。うちのあのどこかの公園で撮ってきたのかな。このヤギの表情がもうたまらんでしたね。私スクショしちゃった。可愛かった、可愛かった。お、いい音でしたか。ライトのライトキャッチ、キャッチしましたね。ライト中川がキャッチ、ワンアウト。バッター2番、
峰村選手です。かっこいいですね、峰村。副音声的にお楽しみください。峰村選手は12月6日の試合で2回と6回にホームラン、はい、守備も光って MVP に輝いてます。はい、で先日12月11日読谷での試合でも、はい、ホームランを放ちました。お、大活躍ですね。はい、峰村選手は大型内野手で来年のドラフト候補とあるように、あの守備でも活躍が見られていて、攻守ともに期待できる。ここは大きい当たり、ああセンターキャッチしました。センター高島選手キャッチ、ツーアウト。バッター3番岩本選手です。岩本みたいな感じかな。岩本みたいな感じ。やばいですね。岩本選手4月21日生まれ。おお、私22日生まれ。おお、どうでもいい。1日違い。私もね、あの誕生日1日違いの選手がいましたので、はい。おってなっちゃいましたね。なんかやっぱ見ちゃいますね。ね、誕生日近いじゃん。で、あの岩本選手は、はい、大阪桐蔭高校時代に2016年、2017年選抜出場。2017年は夏の甲子園にも出場してて、はい、2017年選抜は優勝してます。はい、で早稲田大学時代には一つ一つのプレーを怠らないって決意を持って。いらっしゃるので、その思いは貫いていらっしゃると思います。はい、さあ三塁線、サードファースト、スリーアウト。ここも西川投手3人で抑えました。1回を終了して0対0両者無得点です。ここでご協賛いただいておりますスポンサーをご紹介いたします。全保連株式会社様、琉球リハビリテーション学院様、デル様、株式会社沖縄ファミリーマート様、サプリ生活様、糸井商事株式会社様、株式会社ドクターイースト様、ラクソードジャパン様、株式会社七谷様、大坪製菓株式会社様、合同会社財務管理サポート様、株式会社クラッシード五木様、医療法人鈴音会整形外科テルクリニック様、ご協賛誠にありがとうございます。ありがとうございます。このキャッチボールしてる時のリフトのパシッパシッって音、いい音ですね。たまりませんね。はい、野球選手に恋したことありますか？野球選手、はい、あの主人野球選手なんで。あ、はい、あ今も、はい、おお、じゃあ試合見に行ったりとかもうしてます。おお、いいですね。草野球なんですけど、うんうんうん、はい、軟式で。いや、草野球も楽しいですよね。はい、私も一度だけ、あの又吉さん、うん、宜野湾市議の、はい、又吉さんのチームが南洋カープっていうチームがあるんですけど、その南洋カープさんの練習に参加したことがあって、はい、ノックを顔に受けるという。あ、当たったんですか？当たった。わー、取り損ねて。裏添えで練習参加したことがあって、ここで、はい、でも楽しかったですけど、草野球も楽しい。ご主人ポジションピッチャーです。おー、なので先日日曜日草野球やったんですけど、うん、あのちょうど二塁審判に立ってる中地さんと同じチームでやってて、うん、あ、そうなんだ。その日20対0で、うん、あの主人のチームが勝ったんですね、うん、でノーヒットノーランでかっこいいです、ね、人生初って言ってかっこいいじゃないですか。この記録をまたさらに更新してね、はい、家族のこの宝にしていきたいところ、
さあ、バッター作田選手、ショートゴロ、ワンアウトです。作田選手に続きまして5番バッターの新里選手も、ウチナーンチュ、地元沖縄の選手です。新里選手、エクボが可愛いですよね。あ、スーパースター浦谷選手、思いが溢れてファーストフライ、ツーアウト。スーパースターでしたね、今もね、プレーが光ってました。はい、後期日程から参加した花城選手、初日から MVP に輝いております。バッター6番、そうなんですね、新里選手、エクボが可愛いってこちらに記入しておきます。あ、花城選手はヒットになりましたね。お、ツーアウトランナー一塁、バッター7番重田選手です。重田選手も後期からの出場で、はい、今更新してるかわかんないんですけど、はい、YouTuber なんですよ。おいしげちゃんって言って、おいしいもの紹介したりとか、あと DIY。お、どうだろう、これは大きな当たり。あ、セカンドキャッチしました。スリーアウト。2回の表、0点。大城蓮投手、はい、抑えてますね。抑えてます。ここで漁協さんいただいておりますスポンサーをご紹介いたします。ヒュッケ様、スタッツポット様、学校法人空学園様、ホームディフェンステック株式会社様、合同会社 MCL 様、株式会社中本工業様、株式会社マカナハウス様、水屋の一平様、なお試合アナウンスを担当しています沖縄ベースボールアナウンスアカデミーのウェアサプライヤーは株式会社 SSK 様、フードサプライヤーは市場の前様です。ご協賛誠にありがとうございます。ありがとうございます。これより2回の裏、ストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。バッターは4番レナード選手です。レニーと呼ばれてますね、はい、この間レニーさん、高木レニーさん来た時、はい、一緒になんか写真撮ってましたね。、はい、レニーちゃんとジャパンウィンターリーグのレニーが夢のコラボということで、うん、選手の皆さんもそれぞれ盛り上がっていました。あの日の選手たちってなんか、はい、ルンルンしてるのがバンバン座ってきましたよね。はい、もう皆さん朝からもういつもと違うテンションで、ね、はい、盛り上がっていましたね。一つ一つのプレーにみんなで盛り上がっていくっていう雰囲気でした。レニちゃんも終始笑顔でそうボールガールしたり、お、センター前ヒットとなりましたね。この試合初めてのヒットが出ました、レナード選手。バッター5番、上村選手です。上村選手は関西独立リーグ堺市ライフス出身の選手です。
大きい体を生かして長打が打ててってあのアピールポイントにあるんですが、その通り大きい体でスイングスピード、ピッチャーもあのできる上村選手なんですが、投球速度も速くて、で打球の速度も速くて、すごいあのパンチのある上村選手。ここはライトフライ、ライトフライでワンアウトとなりました。さあ6番浦谷選手、スーパースター浦谷選手来ました。はい、先日レニちゃんがいらした試合で、YouTube の実況配信の方で浦谷選手が三塁からホームに帰ってきた時にレニちゃんにおかえりって迎えてられて、すごい喜んでいました浦谷選手。センター、いいぞいいぞ。スリングスウィングス2本目のヒット、ワンアウトランナー1、2塁、バッター7番大城隼人選手です。さあ来ました、大城隼人選手。大城隼人選手も後期からの参加で、はいはい、あの以前のチームではずっと4番を打ってた。これはあ、ファール。あー、大きい当たりでしたね。はい、もう勢いよくグリーンっていったのでもしかしてホームランって思うぐらいの、ずっと以前のチームで4番を打ってたので、うん、大きい当たり見れるかなって期待してます。大城隼人選手は那覇国際高校出身、筑波大学卒業後琉球ブルーオーシャンズを終えて沖縄電力に所属しています。高校時代はキャプテンを務めていました大城選手です。ボール3となりましたね。はい、ランナーが出てるのでここは見たいよね。見たいですね。いい流れ。おお、これは満塁になりました。素晴らしいです。素晴らしい。いいな、絶対気持ちいいよねあれね。はい、ワンアウト満塁。さあ続くバッター指名打者滝川選手、先日12月11日に誕生日を迎えました滝川選手です。この流れを、ね、そのまま、はい、つないでほしいです。おお、当たりは大きいですが、これはライトキャッチしてタッチアップ、レナード選手ホームイン、帰ってきました。1点。お帰り。お帰りレナード選手で。滝川選手のライトフライでツーアウトとなりましたが、ランナーレナード選手が帰ってきて、ストリングスウィングス1点を先制しています。続くバッター7番本野選手です。選手もこのジャパンウィンターリーグでホームランを放っている選手です。レフト、レフト方向のヒット。ランナー一塁今野選手、二塁大城隼人選手、して、現在浦谷選手が帰ってきて、2点目を追加しました。
バッター1番龍馬選手です。先生、今日は龍馬選手は先生と呼ばれる、また次呼ばれるようです。カスタマイズあるんですかね。おお、マウンド西川投手、ここは抑えたいところ。西川投手、平均145キロ、マックス148キロのストレートに加え、さまざまな変化球を持っています。最終所属チームは堺シュライクスです。西川投手。さあ先生。落ちました。ショート、あ、抜けてますね。ショート抜けました。満塁です。ただいまのプレーはショートのエラーになるんでしょうか。あ、ヒットになってますね。電光掲示板でヒットのランプがつきました。2アウト、ランナーが1、3塁でしょうか。ランナー1、3塁います、いますか。あ、2アウト、ランナー満塁、バッター2番峰村選手です。満塁、ついていけてない。あ、オッケーオッケー。はい、福岡の展開が早いと、スコアブックを記入するのが、はい、わちゃわちゃして大変ですね。はい、そんな中、中里アナは実況も加えながらの、ずっと喋ってますね。はい、もういけるね。いきますか。3ボール。おひわどい感じ。バッターはボールだと判断していたんですけどね。おって顔しましたね。ちょっと低めに。押し出しとなりました。はい、バッター峰村選手、フォアボール、押し出し、ランナー大城隼人選手が帰ってきて、3点目が入りました。全満塁ですね。はい、マウンド上でキャッチャーの佐久田選手と西川投手、何か会話が見られました。どんな会話してるんだろう。いつも気になる、ね、ね、いつも気になるよね、はい、何の話してるんだろう。バッター岩本選手、おーっと、2点追加となりました。得点5対0と変わりました。岩本選手、ライト方向ヒット、2アウト、ランナー1、3塁、バッター4番レナード選手です。ピッチャー西川投手としては苦しい展開になりました。
レナード選手、お気づきの方がいらっしゃるかちょっと気になるんですが、うん、バッターボックスに立つときにレナード選手毎回バットで何か書いてる様子があって、おホームベースに、はい、それなんだろうって確認したら、おじさんのイニシャルをバットで書いているらしくて、はい、ご覧の皆さんもぜひ次のバッターボックスでレナード選手の打席に立つ前の様子をご覧ください。レナード選手空振り、スリーアウト、2回を終了してこの回ストリングス、ウィングスが5点を先制しました。得点5対0でストリングス、ウィングスがリードしています。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。ジャパンウィンターリーグ2022、12月10日から後期日程がスタートしています。本日第6クール初日、沖縄県浦添市にあります ANA ボールパーク浦添にて試合が行われております。先ほど2回の裏、ストリングス、ウィングスが、5点大量得点を先制しました。5対0、5点を追うサンズ・ブレイズ。3回の表、バッター8番佐藤選手です。後期からのメンバーですね、はい、佐藤健太郎選手。バックスクリーンの佐藤選手の表示が佐藤あの佐藤なになになに、あの俳優の方いらっしゃるじゃないですか、佐藤健さん。おう正しくは佐藤健太郎選手です。健太郎選手です。はい、失礼いたしました、はい、19歳。そうなんですね。50m5秒8、で走塁、守備範囲に自信があります。で打撃は早いカウントから積極的に強く振れること、はい、で広角に、打てることが強みです。打撃成績もありまして、高校時代は通算4割1分、で今年のクラブチームでは現時点で4割7厘、出塁率が5割と、失礼しました。センター前ヒット、いいセンター
ノアウトランナー一塁、甘露寺選手です。本日指名打者で出場しています。ご紹介遅れました、この回から先発ピッチャー大城蓮投手に代わりまして北方投手がマウンドに上がっています。現在ストリングス&ブレイズのピッチャーは北方投手です。あ、デッドボールとなりました。ちょっと痛そうです。甘露寺選手脇腹左側の、はい、いてっていう声もここまで聞こえてきました。さすってますね。痛い。100キロ超える球だ。痛いですね。高級は痛いです。ノーアウトランナー1、2塁、バッター1番高島選手です。ピッチャーの北方投手、最速は145キロとそこまで速くはないですが、回転数と回転軸、ホップ量には自信があり、まっすぐで押すピッチングができますとアピールポイントにあります。また体が強く、慢性的な怪我もほとんどしたことがないそうです。ショート、セカンド、ファーストアウト、ダブルプレー。ランナー甘露寺選手、高島選手がアウト、ツーアウトとなりました。ナイスプレーに助けられましたピッチャー北方投手。ツーアウト、バッター2番三浦選手です。三浦選手、ホンダ所属の選手です。今年ホンダのキャンプで初めて沖縄へ来ました。今回ジャパンウィンターリーグでは2回目の沖縄となります。ここはフォアボールで1塁へ進みます。ツーアウト、ランナー1、3塁、続いてのバッターは3番中川選手です。3番中川選手です。おー、初球打ち上げてセンターキャッチしました。3アウト、ストリングス、あ、失礼いたしました。サンズ&ブレイズランナー出ましたが、ここは得点につながらず5対0で、ストリングス&ウィングスがリードしています。
信。この時間は笑顔が波のように広がっていく。スマイルビーウェイブス。ザンパ。ダブルプレイ。ジャパンウィンターリーグ、これまで3回表を終了して5対0でリードしています。ストリングス&ウィンズの攻撃に入ります。失礼いたしました。ストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。本日9時30分より試合開始となりました。本日の試合は1試合行われます。9イニングまたは3時間制で試合が進みます。27、上村選手。現在バッターは上村選手です。堺シュライクスのホームページには、はい、上村選手のことラッキーボーイだって書かれてました。なんだろう、すっごい気になると思って。私もツイッター拝見した時にハッシュタグ高野ボンバーっていうのが出てきて、なんだろう、上村高野選手の高野ボンバー気になって本人にお話を伺ったんですが、わからないということでした。ファンの方から呼ばれている大きな当たりでした。ツーベースヒット、上村選手。さあ、左中間方向のツーベースヒット、先頭打者失礼しました。続くバッター浦谷選手です。ラタニオタニみたいになるからね。あの子供たちがあのビッグフライ大谷さんがもう大好きなんですよ。大谷大谷いいですよね、あれね、かっこいい。したら浦谷選手はスーパースター浦谷なので、そうだね、はい、バッターボックス立つ時のお尻プリプリはい、特徴的ですね。ピッチャーゴロ。その間にランナー三塁へと進んでいます。ワンアウトランナー三塁。バッター7番大城隼人選手です。大城ライトフィールダー、かっこいいですね。いいですね。キャッチャー取れず、ホームインとなりました。1点追加です。はい、上村選手が帰ってきました。得点6対0となります。
ワンアウト3ボール1ストライク、バッター大城隼人選手。打球の飛距離、長打力には自信があります。フルカウントとなりましたね。打ち上げました。レフトキャッチ、アウト。レフトフライでツーアウト。バッター8番滝川選手です。滝川中学高校と日本選抜、東海選抜に選ばれている滝川選手ですね。はい。飛距離と勝負強さと肩に自信がありますということです。ショートキャッチ、ファースト送球、スリーアウト。この回1点も追加しました。ストリングス&ウィングス、6対0となっております。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。2022、本日の試合はここ ANA ボールパーク浦添にて行われております。これまで3回を終了して6対0でリードしていますストリングス&ウィングスです。6点を追う展開。サンズ&ブレイズ、先頭打者は4番佐久田選手です。アウトになりました。ワンアウト、バッター5番新里選手です。このジャパンインターリーグ始まってから、この選手の皆さんとこう話す機会も日ごとに増えて、はい、SNS でもこう友達でつながったりとかしてて、はいはい、そうしたストーリーとか気になるんでしょうね。はい、
我々のこのノートに何が書かれてるのかって。ああ、はい。多分中里さんが持ってるノートは、はい、森安ノート張りに情報が満載なので。もう選手の魅力たっぷり詰め込めるように。小出しにね。はい、小出しに。最後の最後まで皆さんが飽きないような情報をお届けしたいので、ね、最後まで楽しみながら配信を見ていただきたいなと思っています。あーっとショートゴロツーアウト。ネタもねやっぱり、はい、貯めていきたいので私たちも私たちも、はい、いっぱい選手のことチャーミーチキーですよね、はい、本当にチャーミーからスーミーから、ね、チャーミーは伝わるのかなチャーミーはずっと見てる、はい、スーミーはこっそりこっそり見てる、はい、チャーミースーミーしてます、はい、このアナウンスメンバーも、メンバー、はい、もう選手の魅力いかに拾えるか気になってしょうがなくて、ね、はい、バッター花城選手。大きなスイングでした。高校期から参加して、はい、バンバン打ってません、はい、ね、初日で MVP に輝きました。花城選手ここは見逃しの三振。おいって待ってベンチから歓声が上がりました、ね、ピッチャー北方投手3人で抑えました。ここは、サンズ&ブレイズ得点つながらず6対0でストリングス&ウィングスがリードしています。時間は笑顔が波のように広がっていくスマイルビーウェイブス残波。ジャパンウィンターリーグ2022、本日12月13日沖縄県浦添市にあります ANA ボールパークにボールパーク浦添にて試合が行われております。これより4回の裏ストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。ピッチャーが変わりましたね、はい、はい、サンズ&ブレイズのピッチャーが、先発西川投手に変わりまして田辺が入りました、はい、田辺投手です。田辺投手も今朝インスタのストーリーに本日2番手中継ぎで投げます、はい、お子さんの写真かなとアナゴ、チンアナゴの写真好きこれ多分チラウギ水族館か、はい、かわいいですよねチンアナゴ、もう大好き、もう揺れてる感じとかよく見てたらさ、たまに喧嘩してるよチンアナゴ同士で面白いあって感情あるんだねって、癒しだよね、あれね、はい、チュラウミで、チュラウミ水族館で本部町にあるチュラウミ水族館でね、いろんなお魚見られるんですけど、うん、その他にもね、北中城にある沖縄ライカムだったり那覇空港の方にも水槽が、うんうんうん、小さい水槽が、はい、あって、あ上にもあるのかな、あるのかな、ね、はい、ね、
癒しですね。イアスの新しい水族館、水族館も、はい、あれもいいですね。4回の裏、ストリングス&ウィングスの攻撃、バッター9番、今野選手です。帝京大学在学中の今野選手、野球人生の中で甲子園大会出場などの周りに誇れるような経歴はありませんが、打つことに関しては自信がありますということで、このジャパンウィンターリーグでもホームランを放ち MVP に輝いています。うん、 MVP が12月1日、はい、ホームラン放っての MVP、そして先頭打者、それが先頭打者ホームランなのかな、はい、そして12月11日の試合もホームランを放ってます。はい、これはフォアボール、フォアボールですね。フォアボールで出塁です。先生、続くバッター1番龍馬先生。先生、龍馬さん、龍馬さん先生は、はい、オフ、昨日オフなんですね。オフの日なのか、はい、その前の日なのか、ムサ選手たちと回転寿司楽しんだみたいで、ムサ、はい、選手がすごくあのエビに関して語ってましたが、私ちょっと何言ってるか分からず、シュリンプがどうだ、すごく気になるんだけど、やっぱりああいう場面で英語話したらいいなって思いますね。そうだね、さらに楽しめるのにね、はい、すごい熱く語ってました。ここはファールですね。先生もあの30代の選手で、やっぱりお兄さん的存在の選手がこう誘って、はい、後輩たちを誘ってこう食事行ったりするんでしょうかね。はい、ね、お兄ちゃん的存在なんですが、あの龍馬選手すごいあの気さくで明るくて、うん、ニコニコしてる印象がいつもあって、そうそうそう、ずっとなんか、はい、守備に立ってる時もずっと笑顔のイメージがあって、はい、そう、そういう選手見ると気持ちいいですもんね、見てる側ね。はい、はい、おっと、あ、抜けました、センター、ランナー1、2塁、バッター2番、峰村選手です。峰村すみません、いちいちもう気になりますね、したくなっちゃう、はい、そろそろ見てみたい。少年野球の応援歌って面白いよね。はい、カットオバセとかですかね。ピッチャーキャッチャー、ナイヤガイヤ、鉄のカフェってやつ。うちのピッチャーすごいすごい、阪神なんとかがビビるビビる。あのいつも少年野球のアナウンスで、そういう、うん、あの少年野球の子どもたち見てるので、もう全然違くて、あ、ね、感覚も全然違うし、この声の力の声の感じ全然違う、はい、違う。でアナウンス側の立場としても、アナウンス、少年野球のアナウンスとやっぱこういうあの社会人だったりプロのアナウンスって違くて、フルカウントとなりましたね。打ち上げました。打ち上げて、ファーストが手を上げてます。
ファーストキャッチ。ワンアウト。ワンアウトとなりました。ランナー2、1、2塁。はい。先ほどの打席でヒットを放っている岩本選手です。ここはランナー出てるので、はい、打ってほしいところですね。おお、初球ライト、あ、キャッチしました。走るランナー、ランナーこの選手三塁へ進みました。バッターの岩本選手はライトフライでツーアウト。その間に、ランナー今野選手が三塁へ進みました。ツーアウトランナー1、3塁、バッター4番レナード選手です。先生一塁にいます。はい、おキャッチ、ライトキャッチ、スリーアウト。スリーアウトとなりました。はい、この回ランナー出ましたが、ピッチャー田辺投手、そして守備陣見事抑えました。6対0になっております。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。ジャパンウィンターリーグ2022、これまで4回を終了して6対0でストリングス&ウィングスがリードしています。6点を追うサンズ&ブレイズの攻撃はバッター7番重田選手です。重ちゃん、先ほどね、重田選手が YouTube を、そう、なんか美味しい料理をこう作ってる様子から、はい、出来上がり食べるまでの動画だったりとか、あと DIY をいろいろ作って、すごいですね、いろいろなんか得意な編集とかもさ、確かに。これがショートファーストワンアウトです。以前から知る選手の一人なんですけど、まだ今回会えてなくて、はい、ああ、重田選手挨拶がまだできてなくて、後ほどお話聞きたいですね、重田選手。おい、重ちゃんアップして。バッター8番佐藤選手です。
そして、この回5回の表から、はい、ピッチャーが変わっております。はい、はい、ピッチャー北方に変わりまして藤渕選手、はいはいはい、後期からのメンバーですね。右投げの投手です。25歳、はい、179センチ82キロ、で力強いフォーシームとバッターの手前で落ちるスプリット、ツーシーム、スライダーをうまく組み立てて三振を取ることができるピッチャーです。おお、センターキャッチ、上村選手キャッチしてツーアウトとなりました。バッター9番甘露寺です。甘露寺選手です。あ、藤渕選手はスプリットはヒットを打たれたことがないと。おお、上から叩くフォームなので高さを使った投げ方でバッターを抑えます。そうですね、体力も自信があり登板間隔が短くても投げられました。キャッチャーフライに倒れました。キャッチャーフライで3アウト。この回から登板しました藤渕投手、3人で抑えて、サンズ&ブレイズとしては、未だ得点入らず6対0でストリングス&ウィングスがリードしています。この時間は笑顔が波のように広がっていくスマイルビーウェイブス残波。ジャパンウィンターリーグ2022、本日沖縄県浦添市にありますANA ボールパーク浦添にて試合が行われております。本日9時39分にプレーボールしました。本日の試合は1試合の予定で9イニングまたは3時間制となります。ここでピッチャーが交代となります。サンズ&ブレイズの田辺から加藤、私たち加藤と言ってたんですけど、はい、加藤が正しい、はい、そうですね。ゲームコーディネーターの方から加藤は日本の、あの漢字の加藤だけど加藤選手は加藤って加藤って上がらないと振り向かないよって、はい、教えていただきました。加藤投手です。加藤、コーディネーターの方はどんな感じのキャラクターってお話ししてくださってたんですか。龍馬2さんが、加藤選手の方はもうすごく可愛いとあのお話ししてて、皆さんあの加藤選手のことを話するときにみんな笑顔で加藤可愛くてさっていう感じで、皆さんあの加藤選手のお話をアナウンスメンバーに教えてくれて、はい、15歳、はい、ウガンダ出身の選手、それ可愛いよね、はい、上村5回の裏6点をリードしていますストリングス&ウィングス。バッター5番上村選手です。加
藤選手は、オフ日も武蔵選手と一緒に練習しているよっていうことを教えてくれて、あとはあのウガンダ出身でアキレス腱がすごく長くて日本人選手とは違うあの体格を持っているっていうことも教えてくれました。投手としては力強いストレート、縦に割れるカーブ、ツーシームチェンジアップ持ち味だということです。スイングアウト、先頭打者三振でワンアウトとなりました。バッター6番スーパースター浦谷選手です。スーパースター、はい、皆さんが気になる加藤選手 の、 あの人柄なんですが、もう開幕当時ホテルに皆さんあの宿泊していて、ホテルの部屋に入った時にある選手がこの部屋ちょっとあの幽霊が出るんじゃないかっていう話をしたらしくて、それをもう聞いた加藤選手は怖くてあの夜電気をつけないと寝ないっていう風にオレンジの電気つけて寝ていいかってあの言ったんですが、やっぱ同じ部屋の選手からいやいやもうそれは寝れないからやめてくれと言われて、じゃあもうせめて携帯のライトをつけるっていうことでスマホのライトをつけてあの眠ったっていうお話を教えてもらいました。いやこればっかり気になってたら今度寝不足になっちゃったりとか、ね、はい、ただねあの16歳なので、ね、それあの可愛らしい部分がいっぱいあって、おこれはセンター打ち上げたか、センター高島選手キャッチ、ツーアウト。バッター7番大城隼人選手です。最初の打席でヒットを放ってますね。はい、大城隼人選手、先ほど高校時代にキャプテンを務めていたというふうにご紹介しました大城隼人選手なんですが、私があの高校時代の時にマネージャーをしていて、その時にあの沖縄県の高校野球連盟の取り組みで甲子園研修っていうものが行われたんですね。でその時に大城隼人選手とあの一緒に甲子園に行って一緒に研修、はい、沖縄県内の各地から14名ほどかな、選手マネージャーが集まって甲子園研修に行って、その時以来ですか。そうなんです、はい、その時以来今回ジャパンウィンターリーグで再開しまして、あの時この高校野球連盟のこの取り組みがあの未来につながるあの指導者だったりそういうあの方を育成したいっていう風にあの狙いをがあって取り組みが行われたので、そういう風にして今ジャパンウィンターリーグで活躍している姿、私もジャパンウィンターリーグでアナウンスとして関わっていて、すごいあの感慨深いですっていうエピソードっていうことを今お話ししたかったんですよ、はい、うまくまとまりはなかったですスイングアウトとなりました。加藤選手3人で抑えました。3アウト、5回を終了して6対0でストリングス&ウィングスがリードしています。
私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。野球ユニフォームオーダーファクトリージャパンウィンターリーグ2022 ANA ボールパークラソイにて試合が行われております。現在、5回を終了してグラウンド整備中です。ここで訂正いたします。先ほど加藤選手の選手情報をご紹介したんですが、皆さんから愛されてて可愛がられているのは同じ外国人選手のムサ選手のエピソードだったということで、加藤選手は試合後にムサ選手に、ムサ選手が加藤選手のマッサージを1時間以上やってるっていうエピソードがあって、でその話から聞くと皆さんドラえもんに例えてのび太がムサ選手だと、で加藤選手はジャイアンっていう風にジャイアンタイプだという風にお話ししていました。先ほどの情報一部誤りがありました。失礼いたしました。ムサ選手が先輩じゃないの？同い年なのかな。加藤が15歳じゃない？16歳。ムサ選手16歳。同い年なのかな。じゃ同い年ですが、伸びたジャイアン関係ができてるっていう、何かその2人の間でそういう関係性ができてるんだね。はい。そして、はい、YouTube コメントが来てます。イエイエイ、はい、あやさんおはようございます。沖縄の選手も多いですね。嬉しいです。嬉しいです。私も同じく嬉しい気持ちです。うちなんちの皆さんの活躍、はい、うちなんちの活躍を沖縄で見れるっていうのはね、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あやさんは、はい、野球大好きだよね、多分これ見てるってことはね。はい、そしてなおさんから、おいつもコメントありがとうございます。なおさん、北海道から見てます。5年前くらいに、ザンパ岬のホテルでシェフやってました。へえ、読谷でしたっけ、読谷村のザンパ岬、夜飛行機から沖縄向かうときはザンパ岬のホテルのこの部屋のライトを使ってザンパっていう文字が、はい、あれがすごいインパクトあるよね、うん、はい、綺麗です。ザンパ岬、そうなんですね。じゃあ沖縄にいたなおさん、北海道寒いな、北海道に今いらっしゃる、雪降ってるんだろうな、雪の上でゴロゴロしたいな、ね、修学旅行でスキー場行った時に雪の上で、行きました行きました、スキーしないでゴロ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 転がって、はい、転がっては雪を食べ、はいはい、私もスキー場寒すぎて寒さに耐えきれずヒーターがある部屋で休んでました。全くスキーしてません。せっかくスキー場行ったのに、後で思うんだよね、はい、もったいなかった。みんな楽しんでる時になんでヒーターの部屋で休んでんだってちょっと私は寒さに耐えきれないので沖縄からなかなか出れなさそうですね。北海道の雪またサラサラしてて、うん、気持ちよさそうだな、うんうん、すごく憧れるんですけどね、雪景色を見たいなっていうふうに思うんですが、ラベンダーが綺麗な時に行ってみたいな。北海道まだ行けてないな。いいですね。あやさん見てくれてるのかな。野球のあやさんが思う野球の魅力、こんなところが好きだよっていう何かないですか。野球の何が好き、中里さん。なんか逆に私野球しか分からなくて、他のスポーツもバスケ
ケだったりバレーだったりっていうのたまにテレビでやってるものとかを見たりするんですけど、小さい頃から家族みんな野球好きで、でもう野球にハマって、野球の沼から抜け出せずって感じですかね。そうか、はい、チームプレーも魅力ですし、なんだろう、私も家族の影響がきっかけだけど、はい、弟が野球、ずっと社会人まで野球やってたので、はい、そのつながりで大野凛さんも知り合いなんですけど、はい、大学の先輩後輩で、でそのつながりで大野さんとも野球教室で、はい、私たちは韓国のプロ野球チームとうるま市でキャンプしてるんだけど、そこに大野さんが、大野 GM が子供たちを連れて野球教室をして、はい、でその時に、あ、大野さん、誰々のネーネーですから始めて再会して、その後に、はい、ラジオの番組で大野さんと、あと伊藤和圭作さん、日ハムのピッチャーされてた伊藤和選手と一緒に特番で野球特集やったりとか、はい、あとは、そうね、このラジオで一緒に共演したりとかもして、で今回このジャパンウィンターリーグでまた再会して、よろしくお願いします、はい、でいろいろこうアナウンスのことも、はい、大野 GM からこういう感じでやる、次やってみたらどうとかってアドバイスくださるんですよね、はい、それに答えられるように頑張らなきゃどんな感じでアドバイスするんですか。なんか、はい、私たち選手の人柄にも触れたりするじゃないですか、はいはい、そこにプラスで、はい、やっぱりそれぞれの選手にすごい経歴があったりするんで、はい、そういうのを触れるとやっぱり選手が嬉しいから、選手が喜ぶネタっていうのも一つ引っ張っておいてっていう感じでアドバイスくださいました。なるほど、そうだなと思って。確かにそうですね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。なおさん、いいですよね、沖縄の気候、また沖縄で働きたいですということでコメントが来ています。ぜひ機会があればまた沖縄にいらしてください。シェフやっていらっしゃったんだった、飲食系でね、お店を沖縄でオープンさせたりとか、はい、いいですね、お腹空きましたね。野球の居酒屋とかあ、ありますね、茶壇町の美浜のありますね、はい、甲子園、沖縄市にもあったけどそれが今ないので、中部あたりに、ぜひください。東京でいう四ツ谷のアブさんっていう居酒屋が東京にあって、へ、そこもすごい地下にあるんですけど、はい、ちっちゃいお店だけどすごいみんな野球好きな人が集まってて、はい、いつ行ってももう賑やかで、いろんな野球の話が聞けたりするんですよ。そういう感じのお店が欲しい。はい、勝手に奈緒さんに依頼してますが、ね、ぜひもう楽しみにします、もし機会があれば、ね、はい、でシェフされてたからもう料理は絶対に美味しい、美味しいと思うので、あ、でなります、今日球場外にキッチンカーもいらしてるそうなので、ぜひ球場にいてこの配信も一緒に聞いてるよっていう方がいたら、キッチンカーも覗いてください。さあ、グラウンド整備も終わりまして、これから6回の表、サンズ&ブレイズの攻撃に入ります。バッター1番、高島選手です。高島選手、パンチ力のあるバッティングが魅力的なんですが、50メートル走5秒7の走力、足の速さにも自信があって、小学校時代は陸上の大会で新記録を出したっていうお話を聞きました。後で詳しく聞きたいと思っています、うんうん、はい、まずは出塁してその、はい、盗塁する姿も見たいですよね、はい、ぜひ足を。後期日程から参加したんですが、12月10日の試合で、初めての打席でセカンドゴロだったんですが、実況席の方が足速っていう風にみんな話してて、セーフになるんじゃんっていう感じ。そうそうそう、ギリギリアウトなったけど速いっていう皆さん見ていました。ライトが飛ぶ、ラ
ライトで、外野フライでアウトとなりました。ここで三浦選手に代わって代打、後期日程から参加した参加していますニコラス選手が、代打バッターボックスに入ります。さあ初球打ち上げてライトキャッチしました。ツーアウト。バッター3番中川選手、あ、この回からピッチャー交代しています。先ほどまで投げていた藤渕投手に代わりまして、本日先制で出場しています。龍馬投手が入っております。忙しいですね先生。先生忙しいですね。一昨日も守って投げてで試合に出てるって、一日オフがあってのまた今日なんだ。はい、龍馬選手このジャパンウィンターリーグで13年ぶりに現役復帰してるんですが、うんうん、それを感じさせない投手内野手でバッティングでも活躍していて素晴らしい選手です。5年半働いた学校を辞めてきたので死ぬ気で頑張るとおっしゃってます、はいはい、その気持ち努力が実を結んでいます。龍馬選手青年海外協力隊にも参加してるんですね。セネガルに2年間。おどんな活動をセネガルでしてきたのかも聞いてみたいですね。龍馬選手、はい、アフリカセネガルで2年間野球を教えていたっていうふうにお話していました。ボールを追いかけて壁に激突するっていうシーンがこのウィンターリーグ中にも何度か見られました、はい、今もあわやというところでした。あれは何でしょう。オスプレイが重低音を響かせて、この何かこのプロペラの垂直になってるか縦になってるかでも音が全然違うって。はい、センターキャッチスリーアウト。龍馬投手3人で抑えました。スリーアウト。6回も終了して6対0でストリングスアンドウィングスがリードしています。時間は笑顔が波のように広がっていくスマイルビーウェイブス残波。
ジャパンウィンターリーグ2022、本日12月13日、第6クール初日、沖縄県にあります ANA ボールパーク浦添にて試合が行われております。先ほど6回を終了しました後、ご紹介したんですが失礼いたしました。正しくは6回表を終了して6対0でストリングス&ウィングスがリードしています。これから6回の裏ストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。サンズ&ブレイズ選手交代のアナウンスがかかっております。ショート三浦選手に代わりましてニコラス選手は先ほどの代打ニコラス選手がそのままショートに入っております。キャッチャー佐久田選手に代わりまして藤田選手佐藤選手に代わって陣野選手、はい、でピッチャーが、加藤選手あ違うかこっちですねこちらあピッチャーが加藤選手に代わりまして、小蛇投手がマウンドに上がっております。平日の試合は9回の2チーム合同のチーム分けになっているので、はい、我々わしゃわしゃしております。はい、土日4チームに分かれて2試合行われるウィンターリーグなんですが平日は特別ルールのような感じで2チームが合わさってプレーするのでこのメンバーチェンジのすごさに、はい、動揺を隠しきれません。アナウンス担当していると選手交代の時に あれこの選手どこに行ったっけっていうのをねバタバタバタっていう風に毛細血管までわしゃわしゃしてる、はい、右側に変わってルーカス選手バッター8番滝川選手に代わりまして代打ルーカス選手がバッターボックスに入ります。選手も後期からのメンバーですね。はい、YouTube のチャットの方にコメントが来ております。なおさんからこんなウィンターリーグだったら NPB の育成選手も参加しているもらうのもいいかなと思いますということでコメントありがとうございます。今回初めて開催されたウィンターリーグですが、今後またさまざまな取り組みをしていくと思いますのでぜひ今後もご注目ください。ありがとうございます。ルーカス選手はレフトフライに倒れました、はい、バッター9番今野選手です。
ちました。レフト前ヒット、今野選手。追加点のチャンスになるかっていうところですね。はい、バッター薄田選手です。先生に代わって、はい、先生投げてますからね、はい、1番、先ほどまで、本日の先発1番セカンド龍馬選手だったんですが、現在選手交代となりまして、ピッチャーは龍馬選手、バッターは1番サード薄田選手となっています。後期からの参加で札幌日大高校、うん、北海道出身でしょうか薄田選手、右方向への長打、はい、オプスの高さ、オプスというのは選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれだけ作られているのかを数字で表すのをオプスというそうなんですが、その能力が高いと評価されています。で出塁率4割、2016年のイチローさんと同じ。おお期待できますね、はい。ちょっと待ちましたが、キャッチャー間に合うか。先ほどバッター1番薄田選手三振で2アウト。現在バッターボックスに立ちますのは2番峰村選手です。セカンドファーストで3アウトです。6回の裏得点入らず、得点にはつながりませんでしたが、ストリングス&ウィングスが、6点リードしています。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。リーグ2022、これまで6回を終了して6対0でサンズ&ブレイズがリードしています。6点を追う展開となっているサンズ&ブレイズ、この回先頭打者4番藤田選手です。
藤田選手も後期からのメンバーに今ライトフライワンアウト。バッター5番新里選手です。6回表から登板しています龍馬選手はこの回2イニング目の投球となります。審判のストライクの出し方も皆さん個性がありますね、はい、NPB かな、 なんかすっごい派手にこう暗示みたいな感じでストライク取る審判がいらっしゃってて、あの審判のお話もなんか新人はもう基本型でやって、ベテランになっていくにつれてだんだん個性を出すのが許されるっていうお話を聞いたことがあります。結構パフォーマンスされている方はベテランのすごい審判なんだろうなっていうふうに思って見てるんですが、新人でまず見ない、先輩に多分怒られますね、若とおらやっつってね、この万事のこのストライク3、ストライクアウトの感じのポーズを取るのが韓国の野球でもそれが話題になってて、それを真似る審判が出たんです、韓国の審判、韓国の審判、すごい、日本がどうかはちょっとまた韓国の審判と日本の審判さんって違うのかもしれないんですけど、はい、結構日本リスペクトしてる方が結構多いので、そうですね、チェックしてるんだと思う、ね、選手のプレーもやっぱ海外の選手が日本の選手はすごいっていう風に注目してくれて、審判も注目してくれるっていうのはやっぱすごいです ね、はい、おお、もう小川選手初のフォアボールを出しました、この試合初めてのフォアボールです。さあ花城選手のヒット、今日はまだ出てないですね、はい、まだヒットが見たいですね。このネクストバッターボックスに立ってるしげちゃん、しげた選手のこの素振りのブンブンがここまで聞こえるという、ほら本当です ね、ブンブン聞こえます、はい、私たちちょうど今、キャッチャー審判の後ろに、いて、YouTube 配信を行ってるんですが、バッターボネクストサークルからここまでスイングの音が聞こえます。現在バッターボックスに立ちます花城選手は、沖縄県の宮古島出身の選手です。お、これは、あ、スイング取られなかった、ツーボールツーストライク。宮古高校卒業後長崎国際大学へ進学、その後琉球ブルーオーシャンズへ、所属していました。花城選手の最終的な目標は NPB に入ることっていうことなので、ここでチャンスを掴んでほしいところです、この打席は三振アウトとなりました花城選手。しげた、さあ先ほどスイングスピードが聞こえると、ブンブン聞こえていたしげた選手、はい、今日まだヒット出てないですね、はい、
ヒットとなりました。この試合初ヒット、しげた選手ナイスバッティング。これを後続がつないで得点に結びついたらいいですね。さあ、先日の試合で MVP に輝きました陣野選手がバッターボックスへ入ります。ツーアウトランナー1、2塁。12月11日の試合2試合目に MVP を獲得してて、勝ち越しのライトへのヒットを放って、その時の気持ちをこのままじゃ帰れないという思いでしたとお話ししていましたね。みんなからユッティと呼ばれているパッと見た感じユッティに似てる感じはしないんだけど、多分あの、ね、いつかの練習か何かの時にターバンをしてて、はい、それがきっかけだったらしい、はい、センター前ヒット、陣野選手ここでツーアウト満塁となりました。サンズ&ブレイズチャンス。さあ6点を追うサンズ&ブレイズ、チャンスが回ってきたぞってとこですね。ここで代打が入りそうですねさあ代打二平選手、SNS ではようちゃんって書かれてましたね。ようちゃん、ようちゃん、ようすけさんだ。そう二平選手。さあここは男を見せてほしい。そう、男を見せてほしいです。二平選手、独立リーガー初の新婚さんいらっしゃいに出演していたということでなかなか、二平選手積極的な打撃で初球から強く振れます。バットコントロールとカウントを追い込まれても強いです。長打も単打も打てますということで、アピールポイントにある二平選手、ツーアウト満塁、ピッチャー龍馬投手としては抑えたいところ、バッターの二平選手としては一発勝負ですね。どちらも譲れない。はい、ツーボールツーストライク。龍馬選手、龍馬投手は仕事も辞めてきたという決意を持って臨んでますのでね。熱い戦い。あー、三振、スリーアウト、二平選手。ここは、ここはツーアウト満塁のチャンスをものにしたかったサンズ&ブレイズですが、得点ならず。7回表を終了してストリングス&ウィングスが6点をリードしています。この時間は笑顔が波のように広がっていくスマイルビーウェイブス残波。ジャパンウィンターリーグ2022、11月26日から、J
前期日程開幕しましたが、12月の10日から後期日程がスタートしています。本日第6クール初日、先ほど7回の表ツーアウト満塁、サンズ&ブレイズのチャンスでしたが、ピッチャー龍馬投手見事抑えて0点となっています。これより6点をリードするストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。6回の裏から登板しています小蛇投手、2イニング目の投球となります。バッター3番武佐選手がバッターボックスへ入ります。先ほどご紹介したジャパンウィンターリーグの選手たちから可愛がられてるという武佐選手、加藤選手の試合後のマッサージも1時間以上行っています。武佐選手です。やさおです。はい、新里選手キャッチしました。ワンアウト、バッター4番レナード選手です。そう、ここですね、ここバットで地面におじさんのイニシャルを書きました。レナード選手バッターボックスに入ります。本日2回の裏にセンター前ヒットを放っているレナード選手です。この試合4打席目となります。ピッチャーの小蛇投手、小蛇ルカ投手、身長168センチ、体重57キロの選手です。レフト、レフト前ヒット、レナード選手本日2安打です。ワンアウトランナー1塁、バッター5番上村選手です。上村選手も3回に、はい、ツーベースヒットとなってますね、はい、左中間方向にツーベースヒットを放っております上村選手。なんかとにかくパワーがある上村選手です。ピッチャーのさあパワーのあるバッティング、レフト方向飛びました。お、走りますね、ホームを狙ってきました。お、レナード選手帰ってきました。7点目が入ります。ストリングス&ウィングスです。上村選手は2塁にツーベースヒットとなりましたね。はい、
上村選手のツーベースヒットでランナーレナード選手が帰ってきました。得点7対0となります。続いてゴンバス選手、後期からのメンバーですね。本日9時39分にプレイボールしました。本日の試合は、3時間または9イニング制で試合が行われます。ボールがそれた間に上村選手が三塁に進んでます。フォアボールでゴンバス選手一塁へ進みます。ワンアウトランナー一三塁、バッター7番大城隼人選手です。追加です。大城選手本日2本目のヒット。ランナー上村選手が帰ってきてこの回2点を追加しています。選手レフト前ヒット、2打席連続ヒット、ストリングス&ウィングス。3点目を追加しています。ワンアウトランナー1、2塁、バッター今野選手です。自身のレベルアップを目指し、よりレベルの高いステージで野球をしたいと考え、ジャパンウィンターリーグに参加した今野選手、見事なバッティングで活躍しています。今日も2回に打点。はい。試合選抜で出場しています今野選手、ただいまの打席が4打席目となります。
本日2本のヒットを放っています。おー、これはヒットとなります。レフト前ヒット。さあランナー大城選手帰ってきました。今野選手、本日の試合4打数3安打です、1フォアボール、すべての打席出塁しています。全部レフトです。はい、レフト方向。レフトですね。さあ、バッター1番薄田選手です。ボールを弾いた間にルーカス選手が三塁へ進んでます。今野選手も二塁へ進んでますね。はい、追加点のチャンスが続きます。はい、さあ1番薄田選手もレフト前ヒットでランナー今野選手帰ってきます。5点6点。この回6点を追加して得点が12対0となりました。ワンアウト、まだまだバッター続きます。2番峰村選手、サンズ&ブレイズの小蛇、藤田のバッテリー、ここは抑えたいところ。大型内野手で来年のドラフト候補とあります峰村選手、守備、バッティングどちらも活躍しています。本日まだヒットが出ていないので、はい、ここで1本出ました。1人帰ってきて追加点となります。7点目です。峰村選手中間方向のヒット、続くバッターは武佐選手です。ここでタイムがかかりました。マウンド6回裏に登板しました小蛇投手に代わりまして中里投手が入ります。中里投手、長崎県出身、開成高校卒業後、九州協立大学へ進学しています。
サウスポー左投げの投手です。自身のアピールポイントは球速はないが癖のあるまっすぐで打たせて取るピッチングとあります。7回の裏、7点を追加して13対0となっています。サンズ&ブレイズの中里投手、どのようなピッチングを見せるのか。中里と聞くとね、思わず、はい、沖縄かなって思っちゃうんですけどね、はい、沖縄の中里さんは人弁の中が多いですね。はい、私人弁の中里です。中曽根さんとかもそうだもんね、はい、中なのか、そうですね、人弁がつくのかでも違いがあるし、はい、人弁がつくつかないの、あの違いはあるが同じ中里だねっていうふうに中里選手にトークショーであのお話ししたらいいと苦笑いをしていました。お互いのことをわからないので、うん、そうなんだっていうふうになりました。バッターボックス武佐選手です。お化けが怖い武佐選手、はい。実は怖がりな武佐選手、あボールを先行しています。中里投手ライトキャッチ、ツーアウト。さあレナード選手、欠かさず地面にバットで書きました。イニシャルを書いてる、はい、名前を書いてるんです。おじさんのイニシャルを書いてるということでお話を聞きました。皆さんぜひイニシャルなんだろうと注目してみてください。なんて書いてあるんだろうっていうふうに。初球から振っていきますレナード選手。ジャパンウィンターリーグ YouTube 配信を行っております。 YouTube 配信ではコメントも受け付けておりますので、皆さん気になる選手 の、 あの質問だったり試合の感想などございましたらぜひぜひお寄せください。 YouTube 配信の他にも Instagram や Twitter の方で選手情報を発信していますので、ぜひ皆さんご覧ください。ジャパンウィンターリーグの、はい、インスタグラムの選手紹介、はいはい、あれがドキュメンタリーな感じでかっこいいですよね。そうなんです。もう毎日あの、まあ、不定期で更新されるんですが、もう上がるたんびにも面白くて、見応えがあって一人一人が主人公な感じで、はい、皆さんぜひご覧ください。
レナード選手ライトフライで3アウトとなりました。この回7回の裏ストリングス&ウィングス7点を追加して13対0でリードしています。ジャパンウィンターリーグ2022
龍神。この時間は笑顔が波のように広がっていくスマイルビーウェイブス残波。ジャパンウィンターリンク2022、今日12月12日は第6クール初日を迎えています。でサンズブレイズ対ストリングス&ウィングスの試合をお届けしております。で今8回の表を終わって13対0、動かないですね。試合が13対0で進んでいます。サンズ&ブレイズまだ無得点の状態。そうですね、どうにかこうにかと、はい、まずは1点というところなんですが、はい、ヒットはね少し出ては3本かな、ヒットは出てますけれども、なかなかそれを得点につなげることができずに13対0というところです。はい、もう8回が終わったのであと9回。そうですね、残り1イニングとなっておりますね、はい、サンズ&ブレイズの攻撃、これより8回の裏ストリングス&ウィングスの攻撃に入ります。上村ベンチからも上村っていう風に言われてます。上村選手真似したくなるんです。上村選手はツーベースヒットを今日2本放ってますね。このままいくと MVP かねえ、ね、今日ちょっとどの選手が MVP に輝くのかまだドキドキしながら試合を見ております。試合をお届けしていますですね、はい、あの MVP 賞が誰に輝くのか皆さんも楽しみにしていてください。試合後にあのヒーローインタビューが行われるんですが、その様子も YouTube 配信にて皆様にお届けするのでぜひご覧ください。さあ先ほどの回からマウンドに上がりました中里投手、2イニング目の投球です。フォアボールになりました。フォアボール、はい、先頭打者フォアボールで出塁しました。続くバッターは6番ゴンバス選手です。ヒット、おさあバッター7番大城隼人選手です。
選手の打球センター、花城選手キャッチしました。ワンアウト一二塁、バッター8番ルーカス選手です。先ほどもヒットを放っているルーカス選手ですね。6回の裏に代打として出場、代打指名打者として出場していますルーカス選手。さあ2打数1安打、ここで3打数2安打に変わりましたルーカス選手。1人帰ってきて、さあ上村選手が帰ってきて1点を追加しました。この回1点を追加しています。ランナー1、3塁、バッター近野選手、まだチャンスが続きます。力強いストライクがコールされました。どうだみたいなストライク打ち上げた。近野選手の打球ライト方向、ライトフライキャッチ。さあ走りました、走りました。ゴンバス選手ここはタッチアウト、スリーアウトとなりましたが、8回の裏ストリングス&ウィングスは1点を追加して14対0となっております。これより最終回に入ります。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。ジャパンウィンターリーグ2022、本日沖縄県浦添市にあります ANA ボールパーク浦添にて試合を行っております。さあ14対0でストリングスウィングスがリードしています。サンズ&ブレイズ14点差となります。最終回、
者は変わってますね。はい、はい、龍馬投手に代わって宮里投手。はい、宮里投手。宮里拓郎投手、24歳の右投げのピッチャーです。試合の声が、失礼しました、左投げでしょうか。左投げか、はい、あ、失礼しました、あ、右打ち左投げ最終回、少しでも多くの点数が欲しいサンズ&ブレイズ、バッターは6番花城選手です。さあ、ピッチャーの宮里投手、一旦野球から離れたそうなんですけれども、6年ぶりに現役復帰したということで、プロ野球目指しています。24歳です。はい、客観的に自分がどのくらいの実力があるのかって知る機会にもしたいと、このジャパンウィンターリーグのエントリーした理由ですね、はい、自分の力を客観的に見たいというところです。ボール先行して3ボールとなってます。対するバッター花城選手、さあ、ここ内南中同士の対決が行われております。フォアボールとなりました。先頭バッター失礼です。はい、先頭打者がフォアボールで出塁しました。続くバッターは7番重田選手です。先ほどもヒットを放ってますので、はい、このままチャンスを形に、ものにしていきたい重田選手。ベンチからもしげちゃんと呼ばれてましたね。しげさん行けという声がベンチから聞こえます。ちょっと高めの球が続いてますね。制球が定まらずっていう感じですか。このバッターもボール先行しています。2者連続でフォアボールとなりました。ベンチからユッティユッティと聞こえました。神野選手言っていきました。ちっちゃいことは気にするな。はい、若ちこ若ちこ。ノーアウトランナー一二塁。おー、ここで宮里投手、ようやくストライクが入りました。神野選手も思わず手を煽りで、はい、わーってニヤッとしてましたね。今いたもっていう感じだったんでしょうかね。これは、はい、両チームのベンチから歓声が聞こえて、はい、盛り上がってきました。さあ、このチャンスをものにしたい神野選手、打ちました。これはレフト方向、レフトフライ、キャッチしました。ワンアウト、ランナー1、2塁。さあ、先ほど三振で倒れました二平選手、
新婚さんいらっしゃいではどんな話したんだろうか。気になりますね。何か探したら出てくるんだろうけど。2021年沢上関西独立リーグ公式戦5月18日の試合で、対堺シュライクスの試合で1試合5盗塁を達成した二平選手。さあここは出塁したいところ。これはどういった心境が、打ちたかったよっていう感じなのかな。なるほど、そっか、俺打ちたかったよ、見せ場を作りたかった二平選手。仕方ないなっていう表情でフォアボールで一塁へ進みました。さあワンアウト満塁のチャンス、高島選手。先日12月11日の試合でホームランを放ちました高島選手、バッティングに自信があります。おお、ストライク。2球目はボールですね。ここで一発出た、はい、もうここで、はい、一発高島選手の見事なバッティングが見たい。痛い。ああ、打ち上げた。ショートが追う。ショート。峰村選手キャッチしました。ツーアウト。野球は9回ツーアウトから。はい。ってよく聞くけど。ここは一つでも多くの点数が欲しいサンズ&ブレイズ。バッター2番ニコラス選手。ニコラス選手はあれドレッドヘアなんですかね。ピッチャーとしては押し出しは避けたいところ。ニコラス選手もパカンとね、打ちたいよね。さあ打ちました、ニコラス選手。ショートキャッチ、ファースト送球、スリーアウト。この回ツーアウト、最終回ツーアウト、満塁のチャンスでしたが得点につながらず、して、ストリングス、ウィングスにとっては得点を1点も、はい、許さない、14対0の試合となりました。本日の試合、高校ストリングス&ウィングスが14対0で勝利しました。本日の試合は1試合のみで、これにて試合終了となります。この後、試合終了後、YouTube 配信にて、MVP 賞に輝いた選手へのヒーローインタビューも行われますので、ぜひ皆さん引き続きご覧ください。そして、ご紹介しました通り、 Twitter や Instagram の SNS で、選手情報を発信していますので、ぜひ皆さんご覧ください。本日は YouTube 配信の、MC を担当しました沖縄ベースボールアナウンスアカデミーの中里です。同じく沖縄ベースボールアナウンスアカデミーのきなです。ありがとうございました。
間は笑顔が波のように広がっていく。スマイルビーウェイブス。ザンパ。私たちにはあなたしかいない。どうして野球のウェアを作るのかと聞かれれば、あなたが野球を好きだからとしか言えない。プロにもアマチュアにもこだわりがない。あなたのウェアが作れればいい。
を行います。今日のヒーローは見事3安打を放ちました近藤選手です。本日14対0で勝ちました。おめでとうございます。MVP 賞を受け取った今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、ブルーシール大好きなので、みんなと一緒に食べに行きたいと思います。ありがとうございます。今日のヒーロー近藤選手でした。スタンドの皆様、そしてベンチの選手方、今一度近藤選手へ大きな拍手をお願いいたします。本日は最後までご観戦いただきましてありがとうございました。